昨年の秋にハワイの本文という本を読ませていただきまして、まあ自分なりにその4つの言葉をやっているんですけれども、この頃それやっていると忘れてしまいたいこととか、思い出したくないことが頭の中に出てきてしまって、もうどうしようもなくなることなんですが、これどんなようにすればよろしいんでしょうかしら。ここでの考え方としては、抵抗しないことです。なんであれ、出てきたものに対しては抵抗しないで、愛してます。ありがとうというような言葉を語りかけてください。つまり、私がこういうふうに押すと抵抗がありますよね。記憶も同じなんですね。はい、この押すのではなくて、ちょっと一歩引いて、クリーンにしてあげる。こうやって押したり、押されたりではないんです。むしろ、自分の記憶とこう恋をするという感じでしょうか、ね。なんか困難があるな。あ、じゃあ、それを愛することで、それをクリーンにしていこうというふうに取り組まれるといいと思います。どうもありがとうございました。